左字、左字、左字,左字は、中国五漢時代末期の法師。字は、元っぱなし。洋州路口軍の人。聖史では、五漢書八十二巻法術列伝下に伝記がある。その他、送信機、新宣伝などに詳しい。五漢書法術列伝によると、左字はかつて四空であった、曹操の遠赤に招かれ、曹操がふと、 高等の末裔の鈴木があればなぁとつぶやいたとき、水を張った銅板に糸を垂らして、鈴木を釣り上げてみせた。曹操は手を打って大洗いし、さらに、八色の生姜がないのが残念だとこぼして、死者に、食の二色を買いに行かせたが、あと二段を買い足すように伝えておいてくれと言った。左字はすぐに生姜を手にして帰ってきた。後日、死者は、駅州から帰ってきたとき、 左字にあったので二式を買い足したと証言した。曹操が従者百人ほどを連れて近くまで出かけた折、左字は酒一生と星肉一金を携えて、それを配った。従者たちは皆明定し、満腹した。曹操が不思議に思って調べさせると、酒蔵から酒と星肉がすっかりなくなっているとのこと。このため、曹操が腹を立てて、左字の逮捕を命じれば、左字は、 壁の中に消えていった。また、市場でその姿を見たというものがあったので、追求させると、市場にいる人々が皆、左字と同じ姿であった。非常山の山頂で、左字にあったとの証言を得たので、逮捕に向かわせると、左字は、羊の群れに逃げ込んだ。曹操が、殺すつもりはない。君の術を試したかっただけだと伝えさせたところ、一頭の、 お羊が二本足で立ち上がって人間の言葉で返事をした。皆で一斉に飛びかかると数百頭の羊が皆立ち上がって人間の言葉を話したので捕まえることができなかった。五感所以前に成立した三国史の敗小史中に引用される左字と同時大臣である総秘の天論及び宗職の伝道論にも左字についての記述がある。天論は 公私たちのことを論じた中で、A 線の客権、権、官僚の官はじめと並んで、露行の左字について記している。左字は歩道の術、防虫術に精通しており、歩道とは、気の働きで体を活性化させる方法だとある。また、客権は国立ちができ伏を、松の根に寄生する竹を服用した。官はじめは、行器。 呼吸術に巧みで歳をとってもツヤツヤした顔をしていたとは。弁道論によると、世にいる奉仕たちを曹操が、宮廷に招いた。官僚から官始めが、露行から、左字が、洋上から客剣、剣がやってきた。官始めは、行気動員に巧みで、左字は、傍中の術に明るく、客剣は国立を良くして、皆三百歳とこうした。 彼らを宮廷に集めたのは、こういう連中が悪人トグルになって、人々を騙し、迷信を煽り立てて、民衆を惑わすことを恐れたためで、曹操や曹儀をはじめ誰も彼らの言うことを信じてはいなかったという。小説、三国支援儀では、ガビ山で三十年の修行の末、石壁の中から、頓光天書三巻、天巻、地巻、人巻を手に入れ、 法術が使えるようになったと描かれている。左字は、江東から河北に向けて、雲州の事を運んでいった人々の前に現れ、荷物が重いと愚痴をこぼす声を聞くなり、ならばと法術を使い、荷物を軽くする。後で、曹操がその事の皮を剥くと、中身は空で、果肉は一つもないのだが、左字が剥くと果汁がしたたるほどで、果肉はあるのである。このことで、 左字の法術に興味を持った曹操が、左字に飯を与えると、酒ごとを飲んでも酔わず、羊を一頭を食べても食べたらないばかりか、その席で、曹操を翻弄し、引退して天下を劉備に譲れば鈍行天章を譲ると、言ったため、これに起こった曹操により投獄されてしまう。しかし何度拷問しても全然苦しむ様子もなく、呆れた、執行人が後で様子を見に行くと、鎖が外れている。 それならばと今度は何日も食事を与えなかったが、逆に生き生きとしていくのである。その後も曹操により投獄され続けられるが、ある日、曹操が開いた縁に突如として現れ、破食の地方で手に入る酒、肉を持ち込み、鈴木を池に釣り、絵に描いた竜から肝で取り出し、かんざしで、酒の酒を二つに割って飲み、さらに燃やしたはずの猛徳新書を出してみせるということを、する。 そして、杯を宙に投げると一羽の鶴になって、左地はいつの間にか姿を消してしまうのである。このため曹操は巨著に命じて逃げた左地を追跡させる。ほどなくして巨著は歩いている左地を発見するが、追いつこうとしても一向に距離が縮まることはなく、全く追いつけない。やがて左地が羊の群れの中に紛れ込んだが、 どれだけ探しても左字の姿が発見できなかったので、巨鳥は羊を皆殺しにする。その光景を見ていた羊界の牧童が泣いていると、首と銅を元に戻せと、左字の声が聞こえたため、牧童がそのようにすると、羊はすべて生き返り、平然と動き出すのである。この報告を受けた曹操は、似顔絵を巻いて、左字を探させ、発見次第首を跳ねようと考える。 左字がすぐに発見されるが、同じ顔の左字が引き出されること2.300人にも、登ってしまったため、曹操は全員の首を跳ねさせる。すると切られた首が青い煙となって登り、芝叩く間に、左字の姿となる。左字は白鶴を呼び寄せその背中に乗り、曹操の死を予言して、どこかへと去ってしまうのである。そして激しい突風が吹くと、首を跳ねられた死体が、 一斉に曹操に襲いかかり、曹操は混沌死病に付してしまったことにされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。